もったいぶるね。次で全てが明らかになる。ウロイト、どうか事実を受け入れてほしい。ウィルも、全てを打ち明けてくれるんやろうか。守護のメダリオンはアクセサリーですかね。バイタリティがすごくアップするお守り。結構打たれ強くはなるけど、いらないかな。まあ、せっかくのお宝ですけども。ここが、頂上なんですかね。2チャンネルが砕かれた際、無数の世界の再編が生じた。それらは一つ残らずカオスへ帰り、新たなる命の礎となるはずであった。しかしどういうわけか再編の一つが千年余りの間、消えずに残っており、まさに今形作られんとしていたアスキーアートに取り込まれてしまった。再編を取り込んだアスキーアートは、この世界に生まれ落ちた後昏睡状態に入った。そのアスキーアートが、厄介だね。あのアスキーアートが目覚めたら世界はどうなる？知っての通り、フェイトの支配力は世界観の隔離によって保たれている。彼は別世界そのものを取り込んだ存在だ。その彼がこの世界で目覚めることによって支配力は弱まる恐れがある。また彼自身フェイトの支配を逸脱する可能性もある。再び過ちが繰り返されるというのか。まだ決まったわけじゃない。あくまでそうなるかもしれないって話だよ。何が起こっても不思議でないことは確かだ。彼には監視が必要だね。自作自演。このアスキーアートは僕の人格をベースにして作った模擬人格で、このアスキーアートの目を通して僕は彼を監視することになる。このアスキーアートに意思はあるのか？もちろんあるよ。アスキーアートであることに変わりないからね。こうして生まれたのが、ウィルだったんですかね。フロイトのそばに。ここは、そうだ、僕は自分のなすべきことはもう理解できているよね。頼んだよ。そうか、君が世界の再編を取り込んだアスキーアート。君と一緒にいることが僕に与えられた役割、僕の命の意味なんだね。フロイトを監視するためにね。まもなくこのアスキーアートは目覚めるだろう。運命を超越するものとして。果たして彼は自らの宿命を受け入れてくれるのだろうか。言われましても、フロイトにとってはすごい戸惑うことばっかりですよね。フロイト、モララーム、モララームのなんていうか監視頼まれていたわけですよね。ずっと騙してたの、騙してたっていうわけではないんでしょうけどね。無言。おかえりウィル。とここまで来ましたね。モララーム。いや、はじめまして、フロイト。僕のことはもう知ってるよね。モララームさん。さて、フロイト。君はもう事実を目の当たりにしてきたはずだ。知っての通り、この世界はある存在によって作られ管理されてきた。大いなる意志、高次元の上位存在、2チャンネルの創生者、自称を司る者。どれもがその存在を定義する言葉だ。僕はその存在をフェイトと呼んでいる。崩落日以降、世界をフェイトと僕たちアバターの手により安定を保ってきた。だけど君という存在が生まれ落ちたことにより世界の秩序は狂い出した。サウスキターの大量事件、突然の地殻変動、消えたストッパーシグナル。まあ全部、不可解な事象でしたけれども、フロイトの影響だったんですね。イレギュラーな事象はすでに何人かのアスキーアートたちの意思を必然的事象のサイクルから逸脱させている。
運命を超越するもの、フロイト。君はこの世界に存在する限り、世界の歪みは広がる一方だろう。君の存在はやがてフェイトの支配力を奪い、世界を破滅へと導くことになりかねない。生きてるだけで、世界にとって危ない存在だと、生まれてきてはいけなかったんだ。そんなこと、君はちょっと黙っててね。あんまりだよな、でも。君には追憶の試練も兼ねて事実を伝えてきたつもりだ。もしかしたら説明不足だった箇所もあるかもしれない。質問があったら受け付けよう。何か質問はあるかな？いろいろ聞けますけど。2チャンネルについては。まあ、この世界は広い世界の一かけらでしかないと。対戦によってほとんどのが消滅したっていうのが定説だったけど、実際はカオスを隔てた先に残りの世界もちゃんと存在している。あとはじゃあ、ウィルについては。僕が君を監視するために作った模擬人格。それがウィルだ。ウィルという名前は君がつけたんだけどね。僕はウィルを通してずっと君を見てきたよ。ずっと見られてた。あとは、崩落日。戦いが激化してね、迎えてしまって。世界をシャットダウンし、意志の拡散を図るために世界を砕いた日。そして僕たちフェイトアバターが生まれた日。そうそう、ある意味君が生まれた日でもあるのかな。世界の再編がね、取り込まれて。最後にじゃあ、フロイト自身について。崩落日に2チャンネルが砕かれた際に生じた世界の再編。その一辺を取り込んで生まれてきたのが君だ。再編は一つ残らずカオスへと帰るはずだったんだけど、どういうわけか一つだけ残っていたんだ。それを取り込んで生まれてきた君は、世界にとって別世界そのものだ。2チャンネルの秩序は世界観の隔離によって成り立っている。よって君は理に背く存在。フェイトの支配を脅かすもの。運命を超越するものというわけさ。君は唯一フェイトの支配を逸脱した存在になりうる人物でもある。君の中の再編が関係していると考えて問題ないだろうね。そんなものが。さてフロイト、本題に入らせてもらうよ。フロイト、君が存在し続ける限り世界の歪みは広がる一方だ。それを阻止する方法はただ一つ。それは君の中の世界の再編を取り除くこと。世界の再編は君を定義する上で欠かせない部位だ。核みたいなものですかね。それを取り除くことで君はフロイトではなくなるだろう。当然フロイトだった頃の記憶もなくなる。全く別の人物として生まれ変わるんだ。でも気に病むことはない。君は世界に肯定された存在になるんだ。それに伴い世界の歪みは消滅するだろう。ちゃんと平和な世界に戻れると。僕は君の気持ちを尊重したい。何も知らず何も知らされず。そんなのは君だって嫌だったろう。まあ確かにね、今になって全部知らされてるわけですけど。僕はその気になれば早々に君を消すことだってできたんだ。でも僕は君に事実を伝えた。君の気持ちを尊重するために。そう言われたら、わかりました、じゃあ世界守っちゃいますかってなるかな。おこがましいかもしれないけど、どうか僕の心中を察してほしい。返事は今すぐじゃなくてもいいよ。いつもの場所に扉を用意した。決心がついたらその扉を開けて僕に会いに来るといい。でもフロイト、あまり時間がないということだけは覚えておいて。その証拠に君がここまで来るのに随分と時間がかかってしまった。本当は君はもっと早くここへ導かれるはずだったんだ。すいません、宝箱とかね、探し回ってたら時間かかっちゃって。これは君の意志がフェイトの支配を逸脱しつつある証拠だ。多分、ほとんど中の人というか私のせいだ。それに比例して歪みも広がっていくだろう。手遅れにならないうちにここへ来てほしい。待ってるよ。送り返された。いつもの場所がベーシックタウンの宿屋だったんですね。本当に扉が増えた。神追憶の鍵枠だけ散った。もう塔には入れない。フロイト、僕はごめん。僕にはもう何も言う資格がない。本当にごめん。
ビルは本当になんていうか、悪いやつではないんですけどね。時は満ちた。奴は我々が望む結果へと導かれるんだろうな。祈りましょう。きっと分かってくださるはずです。随分と回り道をしたものだ。耳が痛い。すまん。貴殿がそこまでして奴の気持ちにこだわるとはな。まあでもやっぱり何も知らされないまんま、ねえ、命を奪われたり、ね、するっていうのは、皇帝のことがあったから、モララームはそこを気にしていたんでしょうけどね。そういうのもあって、フロイトには考える時間とか自由に動く時間をくれてるんでしょうけど、でもな、やっぱり、再編返さないと世界とんでもないことになっちゃうってなると、迷いますよね。とりあえず扉を抜ければまたモララームのところまで行けるっていうことですので、一旦セーブだけしときましょうね。正直 悩むようなねところではあるかと思うんですけど、時間がないとも言っていましたし、行きますか。この先でモララームが待っている。決心はついたよ。戻ってきたぜ。皆さんお揃いで すごい一斉に向き合うからすごい緊張するよな。待っていたよ。念のためもう一度だけ言っておくね。君が存在続ける限り世界の歪みは広がる一方だ。やがてその歪みはフェイトの支配力を低下させ世界の秩序を脅かす。歪みを消滅させる方法は一つ。君の中の世界の再編を取り除くことだ。それにより君は全く別の人物として生まれ変わり、記憶もリセットされる。君は世界に肯定された存在になるんだ。そういえばまあ聞こえはね、いいんですけど、逆に言えば今のまんまだと、世界に否定されるような存在になっちゃうわけですからね。世界のために、まあ自分を捧げて生まれ変わるか、フロイトとして今のまま生き続けるか、大きな選択が今ね、迫られてるわけなんですけど、まあ、世界の安定のためって言えば、自分を捧げるのも悪くないと思うんですよね。フロイトが本当に死ぬというわけでもないですし、あえてここは生まれ変わってみましょうか。それでいいんだね。ウィルはウィルでちょっとなんか戸惑ってるみたいですけどね。いいんだよ。今までの旅、楽しかったよね。そっか。ありがとう、フロイト。君の尊い決心によってたった今、世界の安定は約束された。いろいろ苦しませるようなことを言ってごめんね、フロイト。モララーム、最後にフロイトと二人きりで話がしたいんだけど、いいかな？構わないよ。ありがとう。ギコラルドさんたちは、特に何も言わずに見守ってくれてるんですね。まあ、OK 出したから安心してるのかもしれませんけど。フロイト、僕のこと怒ってる。怒ってるってわけではないですけどね。こうなるために今まで頑張って旅してきたのかっていう思いはあるかもしれないけど。そんなことないよ。一生懸命ね、支えてくれましたし。恨んじゃいないよ。君は優しいね。フロイト、君が僕をどう思うと僕は君にとっても感謝してるんだ。君がいてくれたから僕はウィルという一人のアスキーアートとして心のままに生きられた。本当にどうもありがとう。フロイト、君が再びこの世界に生まれ落ちる日を僕は心待ちにしてるよ。その時はまた一緒に旅をしよう。今度こそ僕は嘘を偽りなく君に接しようと思う。今度は入れ違いにならないようにな。辛い決断をさせてしまったことを本当に申し訳なく思ってるよ。だから生まれ変わった君には、もう二度とこんな辛い思いはさせないって誓うよ。そのためなら僕は何だってする。ん？何だってするって言ったよね。僕にとって最高の友達だから。ミルも いいやつなんだよな。僕のことを忘れてしまっても僕はずっと覚えてるよ。
さよならフロイト。そして数ヶ月後、まあ、世界の再編が取り除かれて2チャンネルは安定を手に入れたんでしょうけどね。あ、生まれ変わったフロイト、うん、いい笑顔。こんな緑色のマフラーなんですね。目が覚めたようだね。僕の名前はウィル。君の名前は？フロイトからもらった名前はずっと大事にしているんですよね。さあ、冒険の始まりだ。こうして生まれ変わったフロイトなのかな。ウィルは2チャンネルを旅していくんでしょうけどね。でもやっぱりこの終わり方もすごくね、すっきりしているというか平和な感じがしていいと思うんですけどね。今まで一生懸命戦って旅してきたフロイトの思いっていうのをね、無にしてしまうのもなんだかもったいないというかね。ひとまず、まあ今はね、こうしてエンディングが流れているわけなんですけれども、うん、ここまででも本当一つの物語としてね、ボリュームもありましたし、ね、感動するような場面もあっていいゲームですよね。本当にこれだけのボリュームとかストーリーの練られた作品っていうのが、ね、フリーで楽しめるっていうのもすごいことですよ。アスキーアートがいろいろと登場している。本当にもう今となっては全然見かけなくなったアスキーアートばっかりですからね。また何かの形で日の目を見てほしいんですが、まあ、今回選んだエンディングはアナザーエンド、たどり着くべき本当のエンディングではないようなんですよね。というわけですので、改めて、いきますか。決心はついた。今のは、フェイント。またまたやってまいりました。待っていたよ。二度目ですけどもね。もう一度だけ、大丈夫、さっき聞いた。君の考えを聞かせてほしい。さっきは世界のために生まれ変わって、まあね、新しく緑のマフラーを巻いて生まれ変わった。フロイトになっていましたけれども、やっぱり、俺は赤の方が好きだ。せっかくだからね。フロイトとして生き続けたい。あなたの心痛を察します、シモーネさんまで。いきなりご自分の存在を否定されて辛くないはずはありませんもの。ですが、これは世界のためなのです。もう二度と誰かが憎しみ合うことなどあってはならない。私はそう思います。どうか平和な世界で共に生きてはいただけないでしょうか。平和な世界も、うん、いいとは思うんだけど。やだ。赤いマフラーのままがいい。貴様の存在は世界の秩序を脅かす。ニラハルトさんまで圧力をかけてくる。許しがたい滞在だ。秩序第一の人ですからね。秩序を乱す者を許すわけにはいかぬ。貴様は要求を拒むのであれば、私は貴様を断罪しなければならない。その覚悟はできているんだろうな。すいません、すいませんって従うこともできるけど、覚悟はできてる。こっちだって相当レベル上げてんだぜ。フェイトの支配により誰もがなすべきことを成就できる世界となった。ギコラルドさんにとっては、まあ本当に安定した世界っていうのこそね、ずっと望んでいた世界でもあるんでしょうけど、それを脅かす存在。お前がいる限り死は偶然性の産物となり、まだ見ぬ可能性を刈り取るだろう。お前は死ぬんじゃない。世界に肯定された命を手にするだけだ。ここから始まるんだ。うん、新たなる命をもって自分の可能性を見出してはくれないか。うん、生まれ変わって可能性見出すこともできるでしょうけど、ここまでの命というか、まあ思い出を無駄にはしたくないもんな。フロイトとして見出したい。フロイト、自分が何を言ってるのか分かってるのかい？自分のわがままで世界を破滅へと導こうとしているんだよ。
君が記憶を差し出せば世界は何事もなく平和であり続ける。失った思い出は作り直せばいい。ウィルはそばにいてくれましたけどね。もう一度ウィルと旅をするのも楽しいかもしれないよ。かもしれないけど。お願いだ、フロイト。どうか世界を救ってほしい。フロイトであり続けたい。ついに運命を超越してしまったか。ふん。だから早々に手を打つべきだと言ったのだ。最初からニラハルトさんは確かに反対してましたもんね。やはりこうなってしまうのですね。悲しいことです。ああ、圧力が、本当に4人の圧力がすごい。残念だよ、フロイト。できれば同意の上で事を運びたかった。君がフロイトであり続けたいと願うのなら、僕は君の命を奪わなければならない。ごめんよ、フロイト。さよなら。消されてない。どういうつもりかな、ビル。ビルが助けてくれた。ビル。オララム、ごめん。君の言う通りだ。フロイトの存在はフェイトの支配力を弱め、意志の反乱を引き起こす引き金となるかもしれない。いろんなものが必然じゃなくなって波乱に満ちた世の中になるかもしれない。だけど、たとえそんな世界になっても人はみんなやっていけるんじゃないかな。辛いことだってたくさんあるよ。自分の命がいつなくなるかもわからないし、明日大好きな人に死なれるかもしれない。その辛さを乗り越えるからこそ人は強くなれるんだと思う。スニレちゃんとかな、頑張っていたもんな。楽しいことだっていっぱいあると思うんだ。努力しただけ見返りがあったり、昨日までなかった発見があったり、そうだよな。なんていうか、サウスギターで大量だったり、モラヒムさんもな、非空性を見つけていたり、そういう喜びだってある。成長した自分に会える喜びだから、昨日より一回り大きくなった証だから。安定した世界っていうのはそういうのがないからね。全部神様の筋書き通りの世界になっちゃうけど、戦争が起きる可能性は否めないと思う。たくさんの人が死んで、たくさんの人は涙を流して、いつかその過ちに気づいて、人と世界は成長していく。死んでいった人たちの意志は、これから生きていく人たちに受け継がれて、また新たな意志となって世界を駆け巡る。世界は人の意志によって紡がれ、無限の可能性を秘めるんだ。うまく言えないけど、僕はそんな世界も捨てたもんじゃないと思う。フロイトと旅して、ミルもいろいろ見てきたもんね。理想論だよ、とは言うけど。世界は一度人の意志によってなくなりかけているんだよ。でも人は成長できるんだ。同じ過ちを繰り返すとは限らないよ。でも同じ過ちを繰り返すかもしれない。違うかい？過ちは失敗だって誰にだってある。同じ過ちを繰り返すことだってある。でも失敗を恐れていたら何にもできないじゃないか。随分面白いこと言うね。まさか自分自身に裏切られるとは思ってもみなかったよ。いや、すでに君は僕でないのかな。これも君のなせる技ということか、フロイト。まあ、少なからず、フロイトの影響は受けてるでしょうからね。エスケープロードを出して、脱出するから。お役立ちアイテムがこんなところでも。逃げ延びた。やれやれ。失態だな、モロラーム。貴殿にはほとほと呆れるぞ。どうするつもりなのだ。心配しなくても彼らはまたここに来るはずだよ。決着をつけにね。その時は容赦なく切り捨てていいのだな。もはや奴の気持ちなど尊重せぬぞ。構わないよ。それにしても、ふふ、面白いこと言うじゃないか。模擬人格に裏切られるっていうのもね。モララはもう皇帝を思いやったりするようなところはあったから。優しさっていうのはね、もちろんあるんでしょうけど。
今日も眠ったまんま、フロイトの目覚めを待ってる頃のウィルですかね。君はどんな人なのかな。早く会いたいな。明日は会えるかな。まだ名前をもらう前のウィルですよね。あ、ニラハルトさん来たか。モララールの模擬人格だな。君は誰？私の名はニラハルト。モララームと同じフェイトアバターだ。名前もらってないもんな。どうしてこんな回りくどい手を使うのだ。いつまでも過去を引きずり寄って早々に消してしまえばいいもん。ニラハルトさんはやっぱり、目の前でシーモーネさんを失ったりしたショックとかもあるでしょうからね。帰ってこれた。怖かった。自分が何を喋ったのか全く覚えてないよ。すごくいいこと喋ってたよ、ウィル。今更こんなこと言っても信じてもらえないかもしれないけど、僕はただ君にいなくなってほしくなかった。フロイト、君と一緒だと僕は心のままでいられるんだ。模擬人格じゃないウィルという一人のアスキーアートとして生きてるって実感が湧くんだよ。モララームに尽くすことが自分の生きる意味だと思ってた。拒否権はないってずっと思ってた。でも君と旅をするうちにその考えを改めるようになったんだ。まあね。最初に会った時言った言葉は覚えてる？心のままに行動すれば必ず道は開ける。僕も心のままに行動しようと思う。フロイト、君が心から生きたいと願うのであれば、どんなことがあってもそれを叶えさせてあげたい。今なら自信を持って言えるよ。僕の命の意味、それは君の命を肯定することだ。監視することじゃなくってね。今さら疎ましいだけかもしれないけど、君に生きていてもらいたいんだ。僕にとって最高の友達だから。ありがとう。疎ましくなんかないよ。ありがとう。本当にありがとう。フロイト、あの扉が消えないということは、モララームが決着を望んでいるってことだ。どのみちモララームとの直接対決は避けられない。まあ、ほっとくわけにもいきませんからね、向こうからすれば。こっちから乗り込んでやろうよ。僕たちならやれるよ。今までだっていろんなことを乗り越えてきたんだから。君と一緒だったら何だってできる。僕たちに不可能なんてない。ギコとシーちゃんのことも思い出してあげようね。大事な仲間ですから。準備ができ次第乗り込もう。いよいよまあここから最終決戦が始まるわけなんですよね。ここが入り口。まあ準備を整えてからにしましょうか。